一番搾りというあのユニットをずっとやってて、僕が音楽で音楽に人生を捧げようってこう思ったきっかけもこの一番搾りっていう2人組で、あるコンテストに出て高校生の頃にね、そこで、運よく、大丈夫ですか、なんか窮屈そうです大丈夫あ、こんばんは。自己紹介ですか。あ、そうですね。自己紹介。ずっと聞いてたの。あ、こんばんは。歌の先生の石井智也です。よろしくお願いします。歌の先生だって。はい。歌の先生やな。うん。いや、よく中学校の頃はね、本当歌の指導をしてくれてね、二、ね、人でよくモノマネとかしてたんですよ。いろんなモノマネしたりとか、しましたね、してふざけてやってたんですけど、あまりにね、僕が上手くならないんで、すごいいつも怒ってきてね。いい思い出ですね、今考えたらね、うん、そうです。あなたのおかげで、ありがとうございます。ギターも始めましたし、はい、恥ずかしいな、なんか上手くなってます。どうですかね、その喋り方どうかならんの。まあ、こんなちょっと2人なんですけど、はい、まあ、せっかく竹田に帰ってきて、まあ、この竹田でずっと歌ってた2人なんで、あの1曲、はい、久しぶりにやりたいと思います。まあ、石井君が、これやりたいっていうのを昨日言ってきたので、それをやりたいと思いますけども、これは今でもずっと僕大事に歌ってる曲なんです。おかげさまで。素晴らしいですね。素晴らしいですか。素晴らしいですよ。本当ですか。ありがとうございます、一緒にやるのはすごい久しぶりで、どういう風になるか分かんないんですが、勇気を持って、はい、ちょっと2人でハーモニーを奏でていきたいと思いますので、どうか聴いてください。一夜限りの、一番搾りで、プラットフォームという曲をお届けします。聴いてください。今日はどうもありがとうございました。もうじきこの街も夕焼けの中さ、綺麗じゃないけどもう少し歩かないか、電車が来るまでまだ時間はあるのかい、この先のカフェで時間潰さないか。帰るべき場所が、戻るべき腕が、君にはあって呼び止め、街のざわめきに飲み込まれて行かないで、夢から覚める前にもう一度キスして、運ぶよ改札口まではかっこつけさせてくれ、気持ちと裏腹に笑顔でさよならって、改札の向こうへ君をせかしたOh
ありがとうございました。また楽しんでください。ゆっくりしてください。